この間銀の盾が来たんですけど、これどうしようかなと思って裏見てみたら、こんな感じでフックを引っ掛けれるとこがあるんですよね。それで FT ベースの壁はコンクリでできてて、ちょうどいいとこにピーコン穴というんですが、このネジが出てるので、これを使ってここにバチーンとはまる専用のフックを作っていきたいと思います。珍しく 3D プリンター本来の使い方というか、100均とかでは売ってないここにバチーンってはまるやつっていうのを作れるのが 3D プリンターのいいとこなんですけど、それっぽい形にしたりネジっぽい形を作ったりして作っていきます。結果こんな感じでできました。次回印刷して取り付けていきます。ほなまた。